僕を買ってくれてありがとう。君は誰だい？皆さん、こんにちは。僕はずんだ餅の妖精、ずんだもん。なのだ、初めてお会いする方に自己紹介します。ずんだは枝豆をすりつぶしてあんにしたものなのだ。そのあんをお餅にのせたのがずんだ餅で、宮城県や東北地方の名家なのだ。はじめはこんな妖精でした。僕は人間に変化してこんな姿になったのだ。意外にも三重県の東名阪道上り線御在所サービスエリアでも買えるのだ。サービスエリアに寄ったら買ってくれなのだ。前置きが長くなりました。今日は僕がすずらん香る山、入笠山をご紹介するのだ。お花がいっぱい咲いているので最後まで見てほしいのだ。失礼します。長野県原村のもみの湯宿泊施設です。新館で、築3年ということで、まだ新築の匂いが残っております。部屋すごく綺麗ですね。お部屋はすごく綺麗なお部屋です。ここは長野県原村の自然文化園というところです。ちょうど山にはこれレンゲツツジですね。オレンジが濃くてかなりこう花びらが大柄な感じのツツジです。一番咲くのが遅いですね。6月に入ってから
コロナで落ち込んだ観光業を支援するための新州割を利用させていただき、宿泊料5000円引き、ありがとう長野県様、もみの木曽さん、お世話になりました。ありがとうございました。おはようございます。今日は2022年6月2日、長野県の入笠山にやってきました。長年の憧れの入笠山です。今日はご覧のように快晴です。やったー。はい、それでは、ロープウェイの駅に向かいたいと思います。新州割で宿泊施設を利用した人括弧三重県を含む近隣県のみにはさらに観光施設で使える2000円分のクーポン券がいただけます。ここからは僕がご案内するのだ。ゴンドラは山麓駅の標高1050メートルから山頂駅の1780メートルまで標高差730メートルを約15分で結んでいるのだ。皆さんは真似をしてはいけないのだ。頂上駅の山野草公園には20万本のスズランが咲いているのだ。沿いにはこれすごい規模のスズランの自生地ですね。これ咲いたらすごいんでしょうね。これクリーンソーかな。うわ困ったですね。もう花がいっぱいで写真ばっかり撮ってて前に進めないですね。
岩場コースと岩場外コースの分岐点ですね。今回は岩場コースから行きます。岩場コース、こんな感じの登山道ですね。多少岩が出てますけども、まあ普通のごく普通の登山道です。時刻は11時15分、もう間もなく入笠山の山頂に到着します。わ、小学生の遠足の子供たちがいますね。すごい賑わいです。はい、入笠山の山頂に到着しました。お疲れ様でした。はい、入笠山山頂、標高1955メートル。それでは山頂から見える山を解説するのだ。三角点が飛び出しているのだ。あー、すごかったですね。入笠山の山頂は人、ものすごい人でした。約1時間休憩して、これから大阿原湿原に向かいたいと思います。ここは大阿原湿原に向かう、登山道です。
なかなか気持ちのいいところですね。はい、先ほどの入笠山の山頂とは打って変わって静かな山道です。登山者一人もいませんね。このギャップは何でしょうかね。はい、唐松林ですね。唐松林の新緑はとても綺麗です。空は青い日。大阿原湿原に到着しました。立派な木道が整備されてますね。こんなところですか。いいところですね。なんか深山の桃源郷って感じ。カッコウドリが鳴いてますね。大阿原湿原は高層湿原なのだ。高層湿原とは高いところにある湿原ということではなく、気温が低いため枯れた植物が腐らず低炭状に堆積してできた湿原なのだ。Thank you.
後まで見てくれてありがとうなのだ。